南アフリカ国防軍記念像。南アフリカ国防軍は、南アフリカ共和国の軍隊である。陸海空3軍と統合医療部隊で構成されている。これら4軍は統合作戦機関によって統括されるが、特殊部隊旅団は統合作戦機関から直接指令を受けて、作戦を実行する。EN ミリタリーヒストリーオブサウスアフリカも、 三省防和戦争後の南アフリカ軍の歴史は、南アフリカ連邦成立後の1912年に編成された南アフリカ連邦防衛軍を発祥とする。当初は、英軍の予備部隊として誕生した。1966年に南アフリカの国防大臣となった、ピーター・ウィレム・ボータは、同年に始まる南アフリカ国境紛争を担当した際に、 国内の治安維持に特化していた南アフリカ防衛軍を国外の脅威に対処できる軍隊に作り変える必要性を認識し特に国際連合の経済制裁が武器禁輸として本格化してからは同じアフリカの白人国家でありながらも系譜標が中心で工業力の弱さから装甲車などが十分とは言えなかったローデシア軍と異なり他のアフリカ諸国よりも近代的で 優れた軍事力を持つことに努めた。ボータの首相及び大統領就任以降はさらに軍備を増強し、生物兵器、化学兵器、核兵器といった大量破壊兵器を保有し、イスラエルから導入したエリコをもとに、弾道ミサイルの RSA シリーズも開発した。1975年からは、南アフリカ領南西アフリカの国境紛争だけでなく、隣国のアンゴラに、 武力進攻するサバンナ作戦を開始してアンゴラ内戦にも直接介入するようになった。特に1987年から1988年にかけて南アフリカの支援するアンゴラ全面独立民族同盟と対立していたアンゴラ解放人民運動とその後ろ立てのキューバ軍と交戦したクイット・クアナバレの戦いは第二次世界大戦以来のアフリカ大陸での大規模な 戦闘の一つともされた。1994年のアパルトヘイト政策廃止に伴い白人中心の南アフリカ防衛軍を再編成する形で設立された。白人黒人混成のタイゲリラ系不評大隊の第32大隊はアパルトヘイト時代の行為を原因としてネルソン・マンデラ政権によって縮小、解体された。この時にはバントゥースタンのうち 独立国となっていたトランス会、ボプタツワナ、ベンダ、シス会の軍隊の兵員や、アフリカ民族会議、インカタ自由党、パンアフリカニスト会議の武装勢力の構成員が編入されており、現在サンドフの兵員は、黒人70.6%、白人15.7%、カラード12.6%、インド系1.1%で構成されている。詳細は、EN。 サウスアフリカンアーミーを参照訓練中の南アフリカ軍兵士、オリファント戦車センチュリオン戦車の改修モデルである、オリファント戦車や BL5.5 インチ砲など、イギリス軍装備の他に、ルーイカット装甲車、ラーテル不評戦闘車、キャスパー装甲兵員輸送車、ブッフェル装甲兵員輸送車、G6 ラインの 155mm 自走榴弾砲など、国産の機械化装備が揃っていた。 近年では、国連軍の一員として、コンボや中央アフリカの紛争に参加している。不評の個人装備としては、FN フェルライセンスコピーの R1 R3 シリーズの後継として採用された、IMI ガリルのライセンスコピーであるベクター R4、R6 シリーズが中心となっているが、リボルビンググレネードランチャーである、ダネル MGL、機関砲弾である 20mm 弾を使用する。 大物狙撃銃、ダネル NTW-20 といったユニークな装備も見られる。機関銃は当初 FN マグが使われていたが、1977年以降は、国産の SS-77 機関銃へと切り替わっていった。対戦車兵器としては、紛争時の路角品であった RPG-7 と、国産品のダネル FT5 ロケットランチャー。 ポーランドズオティさんイグウェミサイルを主に使用している。他にもミラン ER-M40106mm 無反動砲といった輸入品の装備も見られる。詳細は南アフリカ海軍を参照、南アフリカ海軍艦艇一覧も参照、バラー級フリゲートメンディオモナ任務は 3000km にも及ぶ広大な沿岸と海産資源が豊富な経済水域の警備が、 主な任務である。これらの任務に加えて、外洋海軍としての方向性を打ち出すことを目的とした海軍増強近代化11カ年計画を発表し、海軍の改革に努めている。海軍航空隊は保有しておらず、関西ヘリコプターは空軍の第22飛行隊が運用している。計画の第一弾として、ドイツからメコ200を購入し、2006年から2007年に、 バラー級として4隻収益した。一番艦であるアマトラはドイツキールの BV 車で建造され南アフリカに運ばれた。到着後は乗員の修熟訓練を行い2006年2月に収益した。潜水艦も老朽化したダフネ級2隻に代わりドイツから U20 級型潜水艦を購入した。詳細は EN アフリカンエアーホースを参照チーター。南アフリカ空軍は第二次世界大戦中はイギリス空軍の一部として創設され、現在に至っている。他国では陸軍航空隊で運用されることの多い攻撃ヘリを空軍で運用していることで有名である。攻撃ヘリには国産の r にローイハルクを運用している。主力戦闘機はチーターを採用していたが、チーターの後継機として、 2008年3月からスウェーデによりサーブグリペンを購入。マカド基地のノーニ SQN に配備されている。製造は2014年まで続ける予定のようで2個目の飛行体も編成する。その他の航空機はメガバイトマイナス 326K インパラ1攻撃機及びメガバイトマイナス 326M インパラ2練習機の後継となる。 オークマーク120を運用している。詳細は EN サウスアフリカン e リタリーヘルスサービスを参照ントゥースタンの軍隊。ありがとうございます。